覚えてるけど。961691じゃなかったっけ？169196かもよ、あのメモ。ひっくり返すと数字が変わるから。命あっての物種と言いたいのか。俺に言っても仕方がない。報酬の交渉はクライアントとしてくれ。
私がご迷惑をおかけしてしまったのでは。記憶だけじゃなくて、自分が誰なのかってことも。わかりません。とにかくクライアントに連絡してみたらどうだ。このまま話し合っていても解決しないだろう。はい、もしもし。そろそろ電話がある頃だと思ってたわ。こちらの話よ。それで要件は？あら、やるじゃない。仕事が早い男っていいわね。とりあえず明日の午前中にこの前の喫茶店に行くわ。友達は選びなさい。面白いこと言わね。そうかもね。でも命を狙われるのもいい経験じゃない。報酬はそれなりの値段でしょう。とにかく明日私がそちらに行くまで大切に保護していてね。だってさ、と言われてもな。そうか。危ないって言ってるの。そうなのですか。とにかく二人きりは絶対ダメ。
郎のどこかから守るよ。ちろん、うっさい。ちょっと黙ってなさいよ。京一郎、舞子に変なことしてないだろうな。
貴様、舞子に何をしている。そんないかがわしい真似を。私はどうすれば。こんにちは。こんにちは。仲介者の立ち会いです。で、いいのかなっていうとどういうことかしら。え、嘘でしょ。減らすわね。それにしても、記憶がね。ミヤさんでよろしいですか。ええ、いいわよ。あなたは私をご存知なのですか。どうして私を探していたのです。